ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は新藤克義さんをお招きしています。新藤さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードは東京ヴェルディ1969対清水エスパルス。ヴェルディの選手が入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは東京ヴェルディ1969、小倉、永井、北沢、三浦、山田、林健太郎、西田、広永、中澤、米山、菊池新吉。続いて清水エスパルス、真田、古賀、森岡、斉藤、戸田、伊藤、アレックス、市川、沢登、バロン、オリバキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのが東京ヴェルディ1969、反対に右から左へ攻めるのが清水エスパルス。5分経過。林健太郎、清水エスパルス。さあこのまま攻め上がれるか。市川、ハイボールを競り合う。果敢にスライディング。小田、あくまでも勝利への気概を堅持します。斉藤、ヘッドでつないで、アレックス、タポスト、ヘッドパス、山田、三浦、ここで前半終了。
前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0、両チーム無得点。さあ新藤さん、ここまでのさあ後半戦キックオフです。スペースを埋めないと、中へ上げた。後半5分経過しました。カット、走り込んできた。バロン、勇気あるプレーです。後半25分、ここは集中しなくてはなりません。選手交代が行われるのでしょうか。マークにつきます。小倉、清水エスパルス、この時間帯ゴールから遠ざかっています。華麗なドリブル、戻して伊藤、オリバ、ボールが宙をさまよう、沢登。ここで試合終了の笛です。両チーム無得点。東京ヴェルディ1969、終わってみれば無得点、引き分けです。さて新藤さんに試合を振り返っていただきましょう。ゴールを見ることができなかったのは残念ですが、守備陣は素晴らしかった。